スゾ。3文字ルーレット3文字ルーレット言ってね。ドゥル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 最悪なんか自分でその文字止めたみたいになってるからダブルで気分悪いわ。腹立つ。3回回るね。うん、1、もういいぞ、いい子だ、いい子だ。2、色っぽくていいな、気持ちいいや。3、うん、殺すぞ。殺すぞって言われた。うわ怖い、めちゃくちゃ怖いやんけ。おい、明日さ、うん、マリカハイじゃん。いやマジで練習しないとやばいわ。いや全然できない、やばい、うん、あちゃん目標とかってある？いや予選突破、まあそうだよな、絶対にしたい。いや前回俺も予選突破できんかったからさ、うん、やっぱ今回の大会では俺の目標はさ、うん、殺すぞ。怖い。洗濯乾燥機いくらぐらいのやつ買った？いやでも 10ちょっととかだと思うけど、一人暮らしだったら10ちょっとぐらいでいい？10ちょっとぐらいだったと思うけどな。うん、いやなパッチャンは何製のやつ買ってんの？いや俺ね、あのドラムじゃなくてね、殺すぞ。何なんすかそれ、そのパターン怖っ。今俺が親切で教えてあげようとしてたのに、親切を殺意で返されたんやけど、ひどくない？しかもかなり食い気味で、一番言っちゃいけないワード、殺すぞ、最低です。本当にやめてほしい。日に日に立ち悪くなってる。なんならもうあれですよ、僕もうお願いしたんで、依頼してるんで、僕このロビーで人を殺せるコマンド作ってくれってもう依頼してるんで、あいつ殺すから俺絶対。こわっ。あ、はっちゃん、おい、お疲れ様でーす。お疲れー。おい、殺すぞ。ちょっと。お肉まで、ねえ、お肉まで、そんなこと言うの？お肉の殺すぞは一番怖いよ。ねえ、おにち、おにち、おにち？ちょっと、ダンゲリカラカラダンゲリカ。お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは。坊ちゃん一緒に遊びましょう。どんぐり殺すぞ。今ちょっとだけ椅子から
腰上げて今一緒に歌おうかなって思ってたのに、一番真逆の言葉出たよ。おい、動揺から、動揺から真逆の言葉出てきたわ。殺すぞ、絶対にダメそんなのは。怖い、本当に怖かった、本当に怖かった。絶対に子供に聞かしちゃいけない動揺、絶対に聞かしちゃいけない。許せない俺はあいつを。ダメダメ、今のはダメ。あんなにすごくない、なんか今までで一番なんか切なくなったわ、本当に心がつらかった。天国から地獄。どうしたの？どうしたの？あ、小鳥ちゃん。チュンチュン、小鳥ちゃん。チュンチュン、チュン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 。あ、どうなんだ？小鳥ちゃんなのかな？それともチューがしたくてしょうがない子猫ちゃんかな？どっちかな？どっち？チューしよ。キショイ、キショすぎる。すげえ解像度がえぐい。酔っ払った時絶対酔っ払った時絶対あんなこと言ってんだろうな。気持ち悪い。みんないなくなったわ。昨日さ、昨日、おダーツやったんだよ、配信者ね。じゃあちょっとね、うん、超楽しそう。練習したいからさ。練習がしたい。ちょお前ここでちょっとダーツの的やっててよ。え？ああ。で俺こっから投げて、ダーツ投げてちょっと真ん中当たる。うわ、なんかしかも針みたいになってんじゃんそれ。そう、ちょっとダーツやるから。やだよ、怖いな。まあまあ多分ここ当たるだけだから多分大丈夫と思う。おちょっと外してよ、さすがに。あ、オッケーオッケー。行くよ。うん。うら。あ、怖い。殺すぞ。はいよ。ブルです。ブル。八山のブルつきました今。瀬戸山が。怖い。二次会コンビニ行ってくるわ。二次会コンビニ行っちゃった。ちょっとヤンヤンしてきますね、じゃあ。ヤンヤンって言うな、ヤンヤンつけぼの。ヤンヤンつけぼの。ヤンヤンしてきます。たまにコールがあるね。ヤンヤン、ヤンヤンつけ。いやいや、最後まで言え、コール。気になるな。ちょっと卓球部誘っ。おい！誘って何すんだよ、卓球部、おい。あ、入学式だ。どこの？なんじゃそら。殺すぞー。わー、雑！雑やなー、今の。雑だったな、今の。何今の五連雑、全員雑、なんかお疲れの言い方で殺すぞーお疲れの本当にどうでもいい思ってもないお疲れのバイト上がる時のお疲れの言い方で殺すぞーって言ってたあいつ、最低やなー。一番雑に言っちゃいけない言葉ですからね、本当に。昨日さ、うん、おう、マジャン打ったじゃん。うん、打ったね。その時に60点モノマネ俺披露したじゃん。してた。うん。ちょっとしてたしてた。家帰った後、はっちゃんの60点モノマネをちょっと手に入れたからさ。うん。やってもいい？俺の？うん。まあまあじゃあ見してもらおうか。声質は多分違うけど。
いやでもイントネーションとかだ、うん、そのリスナーさんはねもうほぼね俺の声なんか聞き馴染んでるわけだからさやってもらおうか。えっいけいけよ、うん、えっあっえっ殺すぞ言うかおい言うか、今俺だけじゃねえぞ、俺のリスナーも全員耳を傾けたぞ今なあ。60点のはっちゃんモノマネから100点の殺すぞ、勘弁してくれよおい。一番ダメ、一番耳を澄ませちゃいけない4文字なんじゃそれはなあ瀬戸おい。一番ダメ。いつの間にか服も一緒じゃねえか、完全に無意識だぞ。突進のでも今日でなんか突進さんとはちょっとなんか仲が深くなったような気がした。うん、新たな最弱コンビが新たな最弱コンビが、うん、爆誕したんじゃないでしょうか。ねえ瀬戸は、ねえ瀬戸は、瀬戸朝日は、ねえおかしいじゃん瀬戸。天井天月なく花火かな、どこしへと刹那の出会い、忘れ待ちはする待ちはする。